ます。赤軍会の松山力也です。まず戦ってくれた田中選手、ありがとうございました。そして練習に厳しい練習つけてくれた赤軍会のみんな、本当にありがとうございます。そして応援僕のためにいっぱい来てくれて本当にありがとうございます。僕は復帰早々負け続けてきて、もう正直勝てないんじゃないかって思って。だけど何回も辞めたんですけど、そのたんびに中村さん、大君さんが僕を呼んでくれて、で僕の友達、お兄ちゃん、親、もうみんなキックボクシング続けた方がいいんじゃないかって、だけど俺って本当に勝てるかなって、いつも勝ってもギリギリだし、今回もはっきり言って勝負は本当紙一重だったと思います。いい動きもできなかったし、だけど続けてきた結果がチャンピオンベルトとして今の僕があると思ってます。本当に応援ありがとうございました。世界一フェザー級新王者に輝きました松山力也選手です。